はい、皆さんこんにちは、ワナリングルイシです。今回は戦国無双真田丸、ちょっと久々になりますが続きを、プレイしていきましょう。で、今回は第14章兼松になります。まずはシナリオの方を見ていただきたいと思います。正幸の静かな死を見取った雪村は父の残した思いを胸に大阪城へと舞い戻る。相対するは徳川の精鋭。今回は、いわゆる大阪の陣のうちの冬の陣になりますね。なので真田丸で、徳川軍を迎え撃つ、佐竹だったり伊達だったりっていったところを迎え撃つというプレイになります。茶茶様、ご無沙汰しておりました。来たのですか、雪村。はい、お約束通り必ず茶茶様をお守りいたします。約束など。は？軍議が始まります。急ぎなさい。なんだあれ。もうちょっと喜んでくれると思ったんですけどね。あれじゃまるで初めて会った頃の。軍議に行ってまいる。まずは機内を制圧し、その上で正常する徳川の軍を迎え撃つべきと存ずる。バカな、わざわざ撃って出るというのか。さよう。関東と西国との連携を断ち、徳川軍を足止めいたします。さすれば西国の豊臣四子の諸大名も必ず。そのような危ういことができるか。大阪城は秀吉様の築かれたまさに金城鉄壁、難攻不落の名城であるぞ。無論それは承知しております。されど城の守りを過信されては。大阪城による限り徳川の軍など物の数ではない。何故自ら有利を捨てねばならぬ。茶茶様もさような暴挙は望まれぬ。そうでございますな、茶茶様。任せます、茶茶様。では軍議は籠城と決まった。ガタガタよろしいな、茶茶様。どうなさってしまったのだ。殿、お久しぶりでございます。よかった、あなたはこちらにいてくださったのですね。うわー、渋い。いい男になっちゃって。じゃなくて。遅い、遅すぎる。あんた今まで何やってたの。面目あります。何バカ言ってんの。雪村様のお立場を考えなさいよ。ここに来るのがどんだけ大変だったか。それはわかるけどさ、チャチャ様のお気持ちを考えると。チャチャ様はやはり私の治産をお怒りか。怒ってるんじゃないっつうの。なんでわかんないかな、この当変木。うん、分かってないのはあんたも一緒でしょ。なんで頭がそっちの方にしか働かないわけ。え、違うの。いいわ、もうこれからはしっかりやってよね。無論
誠心誠意お使いいたします。ありがとうございますカイ殿。何のお礼よ。そうして案じてくださるカイ殿がそばにいてくださり、チャチャ様も心強かったことでしょう。ダメよ、私なんて全然力不足。おや、クマ姫が珍しくしようらしい。うっさい。関ヶ原の後本当見てらんなかったんだから、チャチャ様は。それ以来誰に対してもあんな感じだから。真田の承知しています。今度こそチャチャ様を必ずお守りする。よし、よく言った。それじゃあこれまでのご無礼をお詫びします。真田幸村様、どうかよろしくお願いいたします。おお、おやめください。カイ殿、そのような、いえ、けじめですから、共にチャチャ様をお守りしましょう。はい。で、こっからですね、アクションパートの方に入っていきます。まあ、アクションパートといっても、実はプレイしながらではなく、例によって、戦国無双は実況だけアド撮りにさせていただいてますので、プレイ済みのものに声だけ、今話してるのだけ少しだけ入れさせていただいているという形になってます。なので戦闘シーンもね、だいぶ飛ばさせてもらってますので、まあ、プレイを見るっていうよりかは、シナリオの部分をね、みんなと一緒に見ていければいいかなぐらいな感じで、やっていますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。で、いきなり大阪の陣に突入するんじゃなくて、最初は、まあ、前哨戦の部分からプレイが始まる形になってますね。シギの今福の戦いかな、最初は。そのあたりからのプレイになります。チャチャ様、無理に出陣なさらずとも。無用な気遣いです。務めは果たします。はい、大丈夫、私がお守りしますから。いかがであった。信行様は参陣されていません。江戸に残されてるみたいです。福島正則なんかもね、豊臣恩子の連中使うのはさすがに怖いんじゃない。そうか。ただ上杉はいるよ。影勝様と金継殿が来ているのか。雪村様、私の戦う理由しかと見届けていただく。雪村が大阪城に入ったというのは誠だったのですね。久々の再会、楽しみだ。このような形であってもですか、影勝様。我らはこれで本当に。無論、本懐である。影勝様。敵が今小砦に迫っている。守備隊を救援せねば。大阪城を守るための要所、何人たりとも入れてはならんか。やるわね、私も負けてらんない。ここはプレイアブルは雪村とおっぱいボインの海姫ですね。守り抜いてみせろ。お前の戦う理由を、守るべき存在を。影勝様、金継殿、再びお会いできて嬉しゅうございました。
で続いてはですね、まあ、ちょっとサブシナリオ的な位置づけでサスケと服部半蔵の関係が描かれているこの真田丸なんですけど、ここでもサスケと半蔵の戦いが少し、サブシナリオ的に入ってきてます。八塚さん、夜分にどうも。悪いけど、その首サクッと狙って。次こそは決着を。待てよ師匠、蹴りならここで。いっサスケ、あんた。サスケ、あんた怪我してんじゃないの？師匠相手にこの程度で済めば御の字だろ。あんたなら首が飛んでるぜ。そこで黙られると調子狂うんですけど、先輩。ねえ、次に半蔵の旦那が出てきたら、やっぱり私が。バカにすんな。師匠との決着は俺が俺の手でつける。誰にも邪魔させねえ。師匠から逃げるなんて死んでもできるかよ。なんだよ。あんたもやっぱり男の子なんだにゃ。うっせえよ。でここからいよいよ本当に真田丸の戦いに入っていきますね。で真田丸の戦いはですね、ちょっとプレイした感じからすると、あの武将の動きを把握しておかないと、アクションの方に熱中しているとですね、武将が真田丸に侵入してしまう。で真田丸に侵入されてしまうとゲームオーバーになってしまうので、真田丸に侵入されないように、まあ、常にマップに気を配りながら真田丸に近づいてきている武将がいれば、その武将を優先的に撃破していくっていう動きをしないと、僕はちょっと2回ほど実はプレイに失敗しました。なのでそこが一つポイントになっているのかなと思います。でそれ以外はですね、まあ正宗とか今ちょうど戦ってるシーン出てますが、強いは強いんですが、雪村ここまで武器とか鍛えてきたので、まあ、すごく武将的に苦戦するっていうことはなかったですね。狙うは家康殿の首ただ一つ。余勢を借り本陣に突撃する。すごいすごい、お
味方大勝利間違いなしですよ、チャチャ様。驚きました。想像以上です。まさかあれほどのもののふであったとは。当たり前じゃん、誰だと思ってんの。でもあの人また一人で突っ込んでっちゃったよ。世話焼けんな。もう雪村様がいれば恐れるものはありません。さあ続きましょう、チャチャ様。ええ、勝てる。本当に。で、この第14章最後はですね、家康の追撃戦になります。この家康の追撃戦はですね、まあ、あの武将を最初何人か倒すっていうシーンが入ってるんですけど、まあ、やっぱりメインになってる追撃戦のところは家康を追いかけていくっていう感じになりますね。ちょうどこの後見ていただくんですが、家康が結構早いです。今ちょうど家康が逃げてるんですけど、家康の馬速くてですね、馬同士で追いかけても全く追いつけませんでした。で、次の一手で家康が落馬するっていう一手を使わないとちょっと追いつけないんじゃないかなっていう感じでしたね。今ちょうど家康が落馬するっていうのを起こしましたけど、これで家康が落馬するのでここで追いつく感じになります。でこの後は家康を撃破していって、この第14章クリアっていう感じになりました。に後戻りはさせません。あとは任せたぞ、秀忠。終わりにしないか、雪村。で、アローナ。
茶茶様、どうしてですか？絶対勝てた。うん、もう勝ってたのに。家康一人打ち取れば勝てる、その考えが甘いのです。あのまま砲撃を受けていたらどうなっていたか。それは、でも戦は終わりました。それで良いでしょう。それこそ甘いですよ、茶茶様。徳川がこのままで済ませるわけが。カイ殿、そこまでに。あなたにももはや用はありません。なんかこのあたりはちょっと冷たい言い方ですけどね。結構こういう言われ方も僕嫌いじゃないんですよね。あくまでも女子に言われる場合ですよ。で、これで第14章のシナリオすべて終了になります。続きは、また次回お届けしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。